形成文字の説明で、花、これは、かが読み、かを表し、草冠が意味、草花を表す。これは、かと読むので、ここの草冠を隠すと、かと読みますね。そして、どう。これも、どうが読み、どうを表し、金が、意味、金属を表す。これも同じように、左の金を隠すと、どうとなります。で、礼も、これは中ですね。心を隠せば中になります。これはこうと読み、三髄辺を隠すとこうと読みますね、右側。そしてこれも門で口を隠すと門ですね。そして、これはこと読みます。すると、この三髄辺と月を隠すと古いになりますね。なので、こと読みます。そして、これも三髄辺を隠すとかと読みます。これをさっき説明したように、左を隠すとどうと読みますね。右。そして、漢も同じように左を隠すと右が漢と読みます。そして、これは半とも読むので、木を隠すと半となります。右。そして、衆も同じように、この新娘を隠すと、右が、衆と読みます。そして、これは、聖と読むので、火を隠すと、聖になります。青ですね。聖。そして、これも、祭は、この、左についている部首を隠すと、祭となりますね。これは、読み方が、聖ですね。これと同じような感じで、三髄辺を隠すと、聖と読みます。そして、これは、僧と読みます。心を隠すと、上が相手の愛で、僧と読みますね。そして、縁も、この、新入を隠すと、縁と読みます。演習の縁ですね。そして、これ、こうと読みます。力を隠すと、こうですね。そして、これは、そう。なので、草冠を抜くと、これが、そうと読みます。そして、これが、指。でも、しと読み、この、手辺を隠すと、しと読みます。そして、これは、かで、かいを隠すと、上がかなので、かと読みますね。これで、形成文字の、覚え方を終わります。